四日付本誌で「モキュメンタリー」という言葉を初めて知った方もおられよう英語のモック記事とドキュメンタリーを組み合わせた造語で作り話をドキュメンタリーのように撮った映像作品を意味する山形市出身の後藤弘人さんが脚本を手がけた「エキストロ」村橋直樹監督が 世界最大のモキュメンタリー映画祭で日本作品として初めて最高賞に輝いたエキストラとして活動する実在の男性に密着する体裁で古大林信彦監督の「真面目なエキストラ論」から始まるいかにも実録らしい作りだが徐々に口頭無形な要素が加わり中盤以降は 笑い満載の後藤ワールドが全開最終的には虚構と分かりエンターテインメントとして堪能できる楽しい嘘で笑顔になってほしい受賞後の本紙取材に後藤さんはコメントしているロシア国内のウクライナ情勢報道も見方によってはモキュメンタリーと言えないか ウクライナではネオナチ勢力が市民を盾に自ら街を破壊しロシア軍はこれと戦い人々を解放しているとの虚構を現地映像に重ね主張してきた罪深い嘘で多くの笑顔が奪われ続ける。